この夏の、クーリング対策ということで、サーモスタットの交換をします。もう走行距離13万キロですけども、サーモスタットまだ一度も交換したことがないんですね。サーモスタット交換する部品がこれです。でサーモスタットはこの中に入っているこの金属のやつですね、これが便になっているということで、サーモスタットこうケースになったものをこのアッセンブリーで、注文ってなります。でこの水温センサー、これもついてます。だから3つセットですね。サーモスタットとそのケースと水温センサーと、まあ、ほんで細かいこと言いますと、このガスケットというかね、オーリング、これもついてますけども、このサーモスタットではなくてこのケースが割れてそこから水漏れとかね、であとこのガスケットが下手って水漏れとか、で水温センサーがもうバカになるとか、まあ、そういうことを考えますと、13万キロも経ったらもう結局丸ごと交換した方がいいんじゃないかというような、まあ、ことも思いまして、まあ、これを交換していきます。はい、そしたらあのクーラント冷却水を抜きますんで、今日はジャッキアップじゃなくてね、こうスロープにこう前輪乗せましてやってます。でサーモスタットですけども、このエンジンの向かってここですね、右側エンジンの後ろ、この辺のこの奥にありますんで、まあ、その上についてるね、こうエアクリボックスとか、まあ、こういうものを外していきます。サーモスタットとハウジング取り外した状態ですね。はい、サーモスタットとそのハウジングですけども、こちら左が取り外した分です。で次こちらが今から取り付ける新品ですね。はい、作業の方終わりました。あの一応エア抜き、クーラントのエア抜きしたんですけども、あのまた明日車走らせてみて、多分クーラント下がると思いますんで、
またもう一回足しまし、足そうと思います。ということで今日はね、夏の、クーリング対策ということで、サーモスタットと、そのハウジングと水温センサーですね、その交換をしました。